美塾美厚氏は中国語漢末期から三国時代の政治家。字は市中。女子東海軍、県の人。妹は美婦人。弟は美宝、子は美武氏。孫は美寺氏。寺氏本来の姓は美と読まれるという。美塾の先祖は代々離職に励み、家は非常に裕福であった。蓄財を重ねた結果、下僕1万人を抱え、 教区の資産を有していたという。当県に招かれ、別が十字の職にあった。194年、当県の死後に異名を報じて、勝敗に駐屯していた劉備を女州牧に迎えた。196年、劉備が演術と構想し出陣した際、劉備の留守につけ込んだ劉布は、可否を奪い、劉備の妻子を捕虜にした。劉備は、高領に軍を移動させていたが、美塾は妹を、 劉備の夫人として差し出すとともに、自らの財産から下僕0千人と、金銀貨幣を割いて、劉備に与えた。劉備はこのおかげで、再び勢力を盛り返すことができた。劉備が曹操を頼ったとき、美塾は曹操に評価され、上層により、英軍大衆の地位を与えられた。また、美方にも、工場の層の地位が授けられた。しかし劉備が曹操に背くと、 美塾兄弟もそれに従い各地を流浪した。劉備はやがて、慶州の流氷を頼ることを考え、美塾を挨拶の使者に赴かせている。美塾は、左将軍十字中郎に任命された。劉備が益州を得ると安官将軍に任命されたが、これは当時の諸葛亮を上回る赤字の官位だった。劉備に古くから付き従った家臣である孫館や館、洋よりも上位であったという。 柿沼洋平は、先に、自らの下僕や財産を提供して、窮地の劉備を救ったことが、劉備の調和を受けた理由であろうと推測している。美宝は、勘と共に、慶州を任されていたが、219年、職務怠慢をなじられたことから呉に内通し、その軍を迎え入れた。このため慶州に、呉軍が侵攻し、関羽は、廃止してしまった。微塾は、 処罰を超うため自身に縄を打って出頭した。兄弟の罪に連座することはないと劉備になだめられたが、豪直な彼の怒りは収まることがなく、そのまま発病して1年ほどで亡くなったという。221年、劉備の皇帝即位時にはまだ存命であり、上層した軍神の中に、安官将軍、美塾の名がある。恩和で、誠実、善良な人柄であったが、 人を御するのには長じていなかったため、高く礼遇されたものの一度も、軍を率いることはなかった。一方でキューバに竹、子や孫まで皆がその道の達人だったという。容疑が表した、帰還、タスク審査では、美塾、美法ともに称えられているが、美塾は字で表されているのに対し、美法はそのままである。これは、美法は、裏切り者であることを示している。 解釈されている。送信機には、天の使いが、美塾の家に火事が起こることを前もって知らせたため、難を逃れたという話が収録されている。美塾が助手に所有していた広大な農場では、後世になると美塾は、神として祀られた。太平間浮蒔22に引く、水渓中一文によれば、県にある、内島の島民は、すべて美塾が使っていた農土の子孫である。 同じく後しら村という村は、もともとは美塾所有の荘園、牧場であったという。これらの住民たちの間では美塾を美老と呼びつっており、住民が新たに嫁を取る際は、必ず美老の神前に見せなければならない。そうしなければ、たたりをなすとまで言われているため、厳格にこの伝統を守っているという。食子、美塾伝食子、孫漢伝、菅陽伝 柿沼洋平、古間末の軍有の経済基盤と、財政補填策、初集、柿沼、中国古代貨幣経済の持続と、展開2018年、P123 から124、職詞、関羽伝、美軸伝職詞、選手伝、陳樹著、廃傷詞中、稲見律子役、聖史三国志も植詞筑馬学芸文庫 ISBN、 4から480080457の注釈による、ありがとうございます。